北口伊沢温泉駅は、山梨県笛吹市伊沢町松本にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道中央本線の駅である。駅番号は、CO41。明治期の中央線付設に際して、山梨県では、上野原とっぱらか22カ所の停車場の設置が内定していたが、この内笹子トンネルを越えた端かぬから甲府間の停車場は未定であった。 笹子伊勢の予定路線は、盆地北へを北西入海し、上万力で笛吹川を溶かし、大梅街道と並行して西南へ進み、東山梨郡岡部村松木付近で屈曲し、さらに西進し、甲府へ至る東山梨郡、西山梨郡を通過するルートが想定された。伊沢は、江戸時代に、甲州街道の宿駅である伊沢宿を中心とする宿場町として発展し、 伊沢大館所が置かれ、鎌倉街道や秩父王館など秋王館が分岐し、笛吹川を利用した周運も行われており、海東地域における一中心地であった。明治期には伊沢村に東八津城の軍役所が設置されていた。一帯では、養蚕産資産業が盛んで、どうなどの果樹、瓦などの特産物を産出していた。中央線の予定路線が、 東山梨郡軍を通過しないことが判明すると、地元では、特産物や製紙工場への石炭輸送の必要性から、予定路線が、伊沢村に、最も近接する、岡部村に停車場を誘致する運動が起こり、伊沢村や、岡部村をはじめ関係する東山梨・東八代両軍の諸村が合同で上申書を提出した。なお、東厚白軍でも、 勝沼と関係の深い東部の小村では、運動に参加していない。伊沢駅として開業した当時には、笛吹川流路が、駅舎のある、岡部村と甲州街道伊沢宿の中間地点を東西に流れており、伊沢宿から笛吹川を北に渡った対岸の、伊沢駅という名称は、駅舎の位置が、伊沢宿に近いことから名付けられたものであった。開業から4年後の1907年には、 東軍地域を中心に、県下に多大な被害を及ぼした明治40年の大水害が発生し、笛吹川は伊沢塾の南側を東西に流れる源流路に変わっている。中央線の開通は、伊沢をはじめ山梨県内の各地域へ大きな影響を与えるが、伊沢駅の開業による鉄道輸送の開始は、養蚕産資業のさらなる発展を促し、 桑畑や製紙工場が増加し、果樹栽培も拡大した。一方、鉄道輸送の増加は、陸上輸送や周運、旧宿場での旅宿号の衰退を及ぼしている。また、中央線の開通は、甲府を中心とする商業圏を確立させ、伊沢は海東の一中心地としての役割が低下すると、共に、甲府商業圏との関係を強めることになった。戦後には、 養産業が衰退し、果樹栽培と伊沢温泉を中心とする観光業への依存を強め、伊沢温泉駅周辺も観光都市の玄関として道路整備が行われ、旅館外となっている。2014年まで使われていた駅舎は木造2階建てで、駅舎内部には駅事務室と待合所があり、待合所には自動券売機や出発窓口、自動改札機や、 友人改札通路のほか、土産物なども売るコーヒーショップや売店などがあった。この駅舎は、築78年を経過しており、またバリアフリー化及び、駅北側からのアクセス改善を図る目的もあって、2014年3月から、駅舎強調化工事が行われ、その間は仮駅舎での営業となっていた。2015年3月25日に、 京城駅舎の内南口の駅舎部分及び西側の出入り口、南北自由通路の南口側の部分の工事が完了し、使用開始となった。翌2016年2月12日には、北口広場及び自由通路の北口側も共用を開始した。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅舎は鉄骨造り2階建ての京状式で、敷地面積は、 約3288平米、延べ床面積は約1740平米ある。上下ホームそれぞれ1機のエレベーターが設置され、またホーム上に待合室がある。改札内に多機能トイレを備える。緑の窓口、指定席券売機設置。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託している、甲府駅管理の業務委託駅。以前は直営駅で、 管理駅として、春日井町駅を管理していた。南北自由通路は、幅が約6メートル、全長約40メートルあり、北口開設前はこのうち、約33メートルが共用されている。南口にエレベーター1機とエスカレーター2機と多機能トイレ、北口にエレベーター1機を備える。特急列車は、あずさゆ夕に往復と、開示のすべてが停車する。かつては、 スーパー、あずさや、休日に運行される、横浜線直通の、浜海寺も停車していた。2019年3月のダイヤ改正で、あずさはすべて通過となったが、2020年3月14日から、再び停車するようになった。かつては3番線が存在し、上りたい飛として使用されていたが、2012年頃には、使用されなくなり、2014年2月9日の、 仮駅舎移転をもって廃止された。一番線は武田武士の歌い出し、二番線は武田武士のサビの発射メロディが使用されている。JR 貨物の駅はシャーツ貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着はない。かつては駅の側線から分岐し、駅の西側にある日本セメント交付サービスステーションへ至る専用線があった。この専用線は、 セメント輸送に使用されていたが、1999年に廃止された。また、駅北側の平等側を渡った先にあった、秩父セメント、伊沢サービスステーションへ続く専用線もあり、同様にセメント輸送に使用されていた。また、国鉄分割民営化前までは、駅舎の西側に、有害者用の貨物ホームが設置されていた。 2020年度の1日平均乗車人員は1893人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。伊沢温泉郷への最寄り駅と同時に笛吹市の中心駅。2004年の合併までは駅名と同じ伊沢町の中心駅であった。北口は2016年2月12日より共用開始。駅開業時から存在。改修前は タクシー駐車場などがあったが2008年4月1日に整備が行われ、ロータリー化している。伊沢温泉駅のロータリー内や山梨県道302号、国道411号沿いにバス停がある。いずれも南口側であり、北口側には存在しない。一回伊沢温泉駅から近い順に記載する。南口駅前のロータリー内に、 伊沢温泉駅停留所が設置されており、平和交通、笛吹市営バス、富士急バス、山梨交通の路線が発着する。なお、乗り場は、行き先とは、無関係に、路線バス乗降場、市営バス乗降場という分け方がされている。南口駅前を起点として南北に延びる、山梨県道302号沿いに、山梨交通の伊沢温泉駅入口停留所がある。 下記の富士急バスの同名のバス停とは場所が異なる。山梨県道302号を南進し、伊沢温泉駅入り口交差点を左折した国道411号沿いに一般路線バスのバス停がある。停留所名は山梨交通と市の宮循環バスが、伊沢八幡宮、足川バスを含む富士急バスが、伊沢温泉駅入り口となっている。また、上のバス停から、 さらに国道411号を東に進んだ地点に、伊沢停留所があり、高速バスが停車する。特急、あずさ、海事の停車駅は、列車記事を参照。駐車区出店伊沢駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。